はい、皆さんこんにちは、スケッチブックラジオの時間でございます。今回のゲストも前回のポッドキャストと引き続きヤバルトチャンネルからお二人が来ていただいております。よろしくお願いします。改めてもう一度自己紹介のよろしくお願いします。はい、ハブカレ集団ヤバルトチャンネル、階段なんて怖くない。はい、旦那様になってきましたね。なんで私がこのね格好をしているのかっていうのは、前回のポッドキャストのね動画を見ていただいて、あるいはヤバルトチャンネルのコラボのコントで私この格好をさせられましたので、そちらのねコラボ動画をねぜひちょっとチェックしていただいて、なぜこういう格好になったかの経緯についても、ね、ちょっとお話してますんで、ぜひよろしく、ね、よろしくお願いします。ということで、前回は、お二人が、階段チャンネルということでね、はい、階段の話を聞いて、実際の階段もねちょっと披露してもらったりとかしたので、その前回の動画とかもねぜひ、チェックしていただければなと思うんですけども、今回ですねお二人とも歌舞伎町からね詳しいというか、そこに生息していらっしゃる。そうですね、生息してましたね。そうですね、ということで、僕もちょっと歌舞伎町って言ったら龍が如くみたいな、それぐらいざっくり、それもね階段もざっくりとしたイメージでしたけど、僕もちょっとざっくりしたイメージしかないので、でも結構行ったりはするんですよ、うん、東宝シネマとか、まあ、最近は109プレミアムの映画館に行くために、ね、やっぱり未だにちょっと足を、ね、踏み入れる、ちょっと身構えてしまう。東宝のあたりは歌舞伎町って言わないです。あ、そも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 その認識が間違えてましたね。全然今の歌舞伎町怖くないらしくて。そうですね、俺があの歌舞伎町で働いてた時にちょうど浄化作戦が結構過渡期で、そう、浄化作戦になってからはこんなもん歌舞伎町じゃねえってなんか、なりましたね。昔の歌舞伎町大好きおじさんたち、マウントとてどの世界にもいるもんですよ。いや、言うなよマウント。歌舞伎町マウントとって、そう、歌舞伎町マウントとって、そうそうそう、こんなのさって、ゴールデン街あたりに生息してる歌舞伎町マウントジジイっていう、はい、よくでもね狭い世界でねいるんだけど、あんなもうね、怖くないです、怖くないし面白くないっていう。よく最近は東横キッズとか出始めてから、でしかもなんか今暴力団も規制が激しいじゃないですか、で暴力団もなんかもっと東横キッズどうしようもできなくて困ってるみたいな話はね、ニュースとかで聞いたりとかするんですけど、キッズたちも今でもだいぶ減ったっていうか、あそこにいさせられないようになりましたよね。いや、なんか思い出すのが2021年の3、4月だったかな、僕なんか中国の案件でプロデューサー兼カメラマンみたいな立ち回りをしていたことだったんです。その人たちがウルトラマンの CM を撮りたくて、その合成用のカラエを新宿の街を撮ってきてほしいって言われて、しかもなんか中国めっちゃお金があるから、あのゴジラのホテル撮ってくれたんですよ。わなんかそこでなんかお前撮って朝早くか夜遅くかやるとこいみたいな感じで、でリモートで作業してたんですけど、で夜中にちょっとなんかコンビニ行くかって降りた時に、なんかうわって東横キッズがいっぱいいて、それが結構真面目に育ってきたもんな、ちょっと怖かったんですよね。すごいよね、あいつらあそこで寝泊まりしてたんだよね。そうなんですよ、なんか布団とかあったもんね。布団？布団ありましたよすごい、布団とか敷いてもう堂々と寝てた。でその後に区役所通りあるじゃないですか、もうめっちゃホストとかいっぱいいるところで、あそこに朝7時台に中国のクライアントからこの映像撮ってこいって言って、行って撮ってたんですけど、なんか僕はそっちの方も怖かったなって印象があったんですね。というのも、早朝までもう飲み明かしてきたホストたち、あるいはもしかしたら暴力団の方たちが出てくるのがその時間帯なんですよ、朝7時に。でそれであっちこっち、みたいな喧嘩してて、でなんならこっちカメラ持って撮影してるじゃないですか、だって何撮ってんだよみたいな言われるんじゃないかっていうのがバクバクしてて、あ、この時間帯も結構この辺は元気なんだなっていうのが結構印象深かったんですよね。だって午前中もやってるバーとかもまだ24時間やってるんですよ、うん、あ、もう休憩がないんですね。そうで、私最近はもう落ち着きましたけど、もう本当だから 4,5 年前ぐらいまでも私その住人でしたよ。そうそう、深夜、はい、あのバーとかでバイトして、はい、アフターでみんなで昼まで飲んで、さらに夕方まで飲むっていう。いつ寝てるんですか。いや、わかんない気がついたみたいな。だからそういうギャーっていっぱいいるじゃないですか、酔っ払って、はいはいはい、でもうわーって今こういう感じでうわーよくやるわーって思ってるけど、私でもよく考えたら 4,5 年前までこれだったわって過去の自分です。過去の自分と決別して。いや、なんかさっきあのね階段
あの前回の動画で、カエルの話をされた時にキャバ嬢兼カメラマン、そうですね、最初はまずキャバ嬢兼カメラマンっていうのがすごい面白いなって僕は経歴を聞いて思ったんですけども、うんうん、最初デザインの、あのグラフィックデザイナーのお仕事してて、はいはい、美大卒で、うん、けどなんか写真やりたいなと思って、はいはい、ちょうどよく会社潰れてくれたんでちょうどよく潰れてくれたってまだ若かりし頃の私はカメラマンになろうと思ったんですけど、はい、うん、その時がそのデジタルへ移行する時期なんですよ。ああ、フィルムからデジタル、フィルムからデジタルだから、はい、多分23年前とかなんですよ。高かったんですよその時まだデジタル、まあね、カメラが異常に、うん、けど買わなきゃ仕事にならないと思って、はいはい、普通のバイトしながらだと無理じゃないですか、そんなカメラマンって生活する、うん、まあね、だからキャバクラやってみっかから始まってって感じですか、はい、でもキャバクラやって、うん、でもすぐそのカメラやってよみたいな話に、カメラ、それでデジタルカメラを買って、うん、で最初バンドマンとかホストとかイケメンばっかりを撮ったサイト作ろうと思ったんですよ、はい、美人の素人たちをいっぱい集めてる写真集とかサイトはその頃流行ってたんですけど、これイケメンバージョンやろうと思ったんですけど自分もイケメン大好きだし、はいはいはい、だからまあ歌舞伎町で働いてるとおのずとそういう知り合いが増えていくんで、うん、ちょっと撮らせてよって言って100人ぐらいのなんかサイトにして、はい、したらそのホスト、当時そのホストナックルっていうミリオン出版さんってところで、はいはい、ホストブームだったんでメンズナックルのホスト版みたいなの出て、そこにお声がかかって写真撮ったり、あと連載もらって自分も出ちゃったり、はい、その前回の動画でね、あの階段の話聞いてすごいなと思ったのは、その歌舞伎町のよく見るあのホストの看板9割ぐらいピンさんが、そう、昔そう実はそうなんです、そうなんですよ、すごくないですか、でも時代変わっちゃうし、うん、早いし、あの若い子の街なんですよね結局、うん、だからまだいたのとか、まあ大体同い年ぐらいのホストさんだったら経営者とか、あ、 あとまあバーとか違う産業をしてまだ仕事してまだ歌舞伎町にいる方もいらっしゃるんですけど、まだいたのみたいな言われますね。だいたいホストの寿命ってどれぐらいなんですか。ホストの寿命はでも今もういろんな職業でもみんな高年齢化してきてません。まあまあそうですね、昔より10個若い気がして、うん、だからまあでもうんとね、おじさん50代のホストとかも実はいるんですけど、まさかの40代とかも、うん、主流は20歳から35ぐらいまでなんじゃないかな。東さんは歌舞伎町となんかご縁というか、まあそうですね、10年近く働いてはいましたね、自分も。ちょうどあのリンさんがよくイベントやってるところの実は近くだったっていうのが、うんうん、あの狭い世界で、歌舞伎町ってやっぱさ、あのね、まあ、だからね、そうです。ちょうど自分は浄化作戦 の、 あのちょっと前と後の時にちょうどいたんで、うん、もう見てたんですけど、はい、まあゴールデン街のジジイみたいなことはちょっと言いたくはないですけど、まあ、確かに空気が変わったなとは思ってはいますけど、ね、だから私たちなんか歌舞伎町のことを語るなみたいな感じっぽいですよ、うん、ギャグまた、ね、そう今ちょっとうまく切ってほしいですけど、はい、危ないんで、区役所通りの1本一番街の入り口とか東宝シネマズまではあんなものは歌舞伎町じゃないって言われてるんですよ。はい、風林会館から奥、あそこの方がちょっと僕は怖いなと思って、区役所通りの風林会館から奥、うん、それでいて左側のあたりが、はい、でビル名はあれですけど B ですけどちっちゃいバーがあって、はい、バーがブワーっていっぱいあるんですよ。で私も結構友達とか働いて行くんですけど、そこの裏は絶対行かない方がいいって昔から有名で、そうやっぱレベなんか僕が学生の頃、うん、母親に「あんた歌舞伎町とか行っちゃいかないよ怖いから」って言われたんですけど、うん、やっぱもっと詳しい人は大体具体的にどこがダメだっていうのが、うん、情報の解像度が違いますね。あのね、でよく行くヘアセットのスタジオとかもあるんですけど、いま、うん、だにこういう人が10人ぐらいでなんかやばいそうな車が来て、こうやって「へえ」ってやってますよ。こういう人って言われてますけど、うん、東さんはそういう人違います暴力でやるじゃないですか。まあ本当にさっきも言おうとしましたけども、あの結局あの、うん、まあ、俺みたいな格好でこういう風にしてる人たちって下っ端ですから、あ極端な話上層はもっと全然あの、うん、変な話言っちゃえば普通のおっちゃん多いですから、政治家に見えるみたいな、うん、普通のおっちゃん、うん、だから本気でやばい人たち本当普通ですから、うん、逆に
まあ、知ってる人からするともう「あおざっす!」みたいになりますけど、うん、もう全然パッと見は分かんないです、うん、もうべっちゃけこういう格好してるやつはペイペイのペイペイですから、うん、やっぱ詳しいですねそうですねそうですね店自分の店の時にやっぱお客さんでも来られたんであれですけど、はい、やっぱ見た目がいかにも怖い人たちっていうのはそんなに大変いい人が多いです、うん、全然、うん、いかにちょっと分かるかもね、いかにもこう普通そうな人の方が実際やばい人のが多いんで、実際その、 あのキャリアがなくてもあってるんですね、うん、やっぱ身の隠し方が分かってるんでしょうね、自分の起点のね、やっぱ結局やっぱそのやばいものに憧れてるからそういうのになってるわけで、本当にやばい人って元がやばいから別にやる必要がないっていうか、クジャクみたいに広げる必要がない、ね、必要ないそうですね、比較する必要がないっていうか、なるほどなのかなと思いますけどね。でも東さん、まあ、この通りにタトゥーが入ってます、はい、東さんのもう一個のこの間 TikTok で、ね、出た動画がなんかバズってらっしゃるんですけど、タトゥーの偏見をなくしたいっていう活動もされてる。ああそうですね、それに関しては自分が役者業とか監督業する上では一つのテーマではありますね、はい、タトゥーへの関心はいつ頃から、はい、いや元から結構バンド関係もやってたんで、うん、自分が好きなアーティストがねやっぱこう入れてたりとかは当たり前だったんで、はい、そんなに違和感なく好きでしたね、うん、あとはご両親から反対とかっていうのはなかったですか。まああまりいい顔はしなかったですけどね、俺の世代はどうしてもね、なりますし、やっぱ島出身なんで、はい、田舎からしたら評判は良くないんですけどね。なんで入れようと思ったんですか。もともと憧れがあったのもありましたし、抵抗がなかったのもあるんですけど、きっかけは二十歳の時に鹿児島の天文館っていう繁華街があるんですけど、そこのところにいたら黒人の旅行客みたいなやつが、タトゥー入れられる場所ないかみたいな感じで聞かれて、でまあそっち界隈にはいたんで知ってたんで、うん、あ知ってるよって言って連れて行って、その堀市の、うん、あの方にちょっと紹介して帰ろうとしたら、その黒人のやつが俺の体を見て、お前は入ってないのかみたいな感じでちょっとバカにしたような感じでお前は入ってないのかみたいな感じで言われて、ちょっと俺も若かったんで頭きて、いや入れる予定だったし、でその保育士の人に、すいません、来週空いてますかみたいな感じで言って、もうそのまま来週入れちゃったっていうのが最初です。何歳ですか。いや、二十歳ですね。意外に真面目なんですよ、俺。黒人の方と出会いがなければ。なければ。まあ、なかったかもしれないですね。踏ん切りがというか。二十歳からできるんだよね、自分の意思で。まあ、そうですね。そうだよね。うんうん、まあ真面目って言っちゃっていいのかあれですけど、真面目だったんで、一応起こしてないですね、うん、はい、っていうのが最初のきっかけですね、はい、なんかタトゥー1個入れると薬じゃないけど、なんかもっと入れたくなるっていう気になりますよね。なんか若い女の子でもやっぱいっぱいいますけど、見て見て入れたって言った3ヶ月後ぐらいにはうわって大体なってるかも、うん、やっぱこうその白いキャンバスに絵を描くときにちょっと絵描いちゃったら、他の白の余白の部分が気になる感じといいますか、自分の体がキャンバスに一つ入れちゃうとなっちゃうんで、もう別物ですよね。確かにそうだなって思うんですけど、入れる前は大して気にしてなかった皮膚の部分が、入ってない部分と入ってる部分でなんかすごく目立っちゃうように思えちゃって、であとやっぱその入れちゃったりすると、どうしても他のタトゥー入れてる人とも話す機会が増えると、あ俺なんかちょっと悔しいみたいな、やっぱ愛好心が思い映えるんですね、ちょっとそういうのはありましたね。やっぱ日本はまだまだ偏見強いと思うんですけど、やっぱ困るというのはありますか。まあまあまあ、でもそんなにないんです。最近はもうでもあと都会だし、あでも温泉とか、うん、まあでも結構地方の温泉は全然大丈夫、銭湯とかも今入れるところは多分入れない、まあ、増えてるんですね、全然全然、うん、自分は荻窪住みなんですけれども、荻、はいはい、窪 の銭湯なんか両方とも入れますし、はいはいはい、全然連絡したら、あ、いいです、うちでいいですよ、みたいな感じなで、ああ、それはいいですね。全然、全然。どうだろうな。え、何が問題なのって逆に。まあね、確かに。昔のイメージでしょうね。まあずっとね。なんか僕でも、僕も正直、タトゥーの苦手意識は長いこと思ってたんですよ。大学生の時思い出すのが、なんか、ゴールデンウィークだったか夏休みだったかに、大学のサークル仲みんなで、と一日、おい、温泉行こうぜっつって、みんなで一日でドライブして、箱根かどっか温泉行ったんですよ。で、それで入ったら、タトゥーの大人の人たちがわーって言って、多分、ね、暴力団人たちのなんか打ち上げかなんかわかんないんですけど、なんか、おわーって言って背中流し合ってて、やっぱそこはちょっと萎縮したりしたんですけど、まあそういう風に、社会の暗部的なイメージ、強いステレオタイプがあったんですよ。でもそれが、どこをきっかけで変わったかっていうと、僕が大学卒業してアメリカに、
4年5年過ぎたらもう逆にほぼ全員タトゥーみたいな、うん、全部ファッションでもおしゃれだよ、そうおしゃれファッションでやるから、そうなんですで入れてて、でなんかもう次ここへここへんだそういうことね、なんか、うん、あなんかそんな本当にそんなカジュアルな感じで入れてるし、うん、で若い人だけじゃなくて年取ってる人がでもお母さんがなんかここら辺にね入れたり、娘ができたら娘の名前入れたりとか、まあファッション的な感覚で入れて、あだいぶそれで偏見が和らいだという、もともと日本が確かあれじゃないですか、入れ墨って罪人が、そうですね、罪人がね入れるためのものだったんですよ、うん、だからそれがまだ日本人には強く残ってるんじゃないですか、何百年経ってるんだみたいな話ですからね、保守的なね、やっぱり親からもらった体に対してタトゥーを入れるって親不孝みたいなイメージもあるのかな、うん、数年前なんか家族のドライブで何かのきっかけでタトゥーの話になったんですよ、うん、母親がその同じようなねその産んであげた体に傷をつけ何事だっていう思想の持ち主だったから、あじゃあ父さんとお母さんが死んだら入れるかみたいなところって言ったら号泣し始めて、みたいな、なんかそんなさ冗談で軽く言ったつもりだったり、そんな泣くほど嫌悪感があるんだっていうのはちょっとびっくりしたっていうかね、でもまあそのまあ東京を中心にねタトゥーへの偏見がなくなってきたっていうのはなんかいいことだなとは思いますけど、そうですね、ここから若い人たちの世代でもっと多分偏見なくなってくるんでしょうね、まあ、あとやっぱりこうそのファッションタトゥーとしてのもちろん側面もあるけれど、俺はタトゥーっていうのはやっぱ自分が一生忘れたくないことを入れるものとしても活用してるものがあって、うんはい、でちょうどそれこそあのリンさんのよく やってるイベント、自分もよく行ってるイベントがあるんですけど、はい、そこでちょっと突っかかってくる年配の男性が一人いたんですね、うん、やたらでまあ普通にイベントだから気にしないでやらせてたんですけど、まあ、たまたま外に出た時にその人が帰るタイミングはい、その人に酔っ払ってたし俺も酔っ払ってたんですけど、たまたまその雨も降ってたからちょっと2人話すことになってしまって、うん、ちょっと俺人待ってたっていうのもあって、で兄ちゃん実際さ俺さぶっちゃけタトゥー嫌いなんだよみたいな感じでぶっ殺したくなるくらい嫌いなんだよみたいな感じで言われて、なんで入れたんだよみたいな感じですごい突っかかれたことがあって、でそこで俺は普通にいやまあバンドやってたからちょっとそんな手っ放ないっていうのもあるんですけど、やっぱタトゥーって一生自分が忘れたくないことを言えるっていう意味でも結構いいものだと思ってて、で左足に俺ちょっと赤ん坊がちょっとなんか羽が生えてるようなタトゥーを実は入れてるんですけど、うん、数字入れてあるんですけど、それが子供を下ろした日なんですよね、うん、でまあちょっと20代の時にちょっと若気の至りでやったことがあるんですけど、それを忘れないためにその数字を入れたりしてるとやっぱ、うん、気をつけようって思うし、だから自分はタトゥーって結構そういう人ってやっぱどうしても自分がやった過ちであったり苦しかったこと悲しかったことって忘れないでおこうって思っては、やっぱり人間ってその本能的に忘れる生き物だから辛いものを消化していかないといけないから忘れちゃうじゃないですか、はい、でもそういうことを入れちゃうとやっぱ自分の体を見た時に、あ俺なんてバカなことをやったんだ、次から気をつけよう、そういうことはもうないようにしようって思うからこれは大事だと思ってるんですよって感じの話をしたら、そのおっちゃんが感動したって言って、兄ちゃんの場合俺超感動したすまんとか言ってきて、いやって言いながら例えば偏見なくしてるじゃないですか、ね、それはすごい嬉しくて、うんいいですね、俺のさ、おすすめの恐山紹介するよって言っておすすめの恐山、おすすめの恐山、おすすめの霊山だったら分かるけど恐山多分一つしかねえぞって確かに確かに、そうっすか、ここ行ってみなって、で行ったらさ、写真撮って俺に送ってくれって連絡先交換しなかったっす、心の中でね、そう心の中で送りますって、いやてかもう得意を過ぎてるよ、20年前の話だよあれだけど、なんか紹介しておきたいタトゥーとかあります？そうですね、もう全然あれ出すのは全然ねあれですけどね、かわいい、これこれはこんなの入ってる、かわいい、ちょっと言ってみます、それかわいいよ、かわいい、どうやって見せたい、突然のなんか覗いてる女の子、女の子がで、ちょっとこうしてかわいい、ベストでもいいまさかこんな感じの方からこんなかわいいものが想像がつかないでもこれ実はちょっといい話があって、はい、あこれは実はちょっと大好きだった彼女と、うん、もろもろあって別れた後に入れたタトゥーなんですけど、うん、そいつが俺を支えてくれたこともあるし、うん、やっぱりこう感謝もしてるから忘れないためにちょっと入れたっていうのはあるんですけど、すっごいいい子でね、俺がすごい仕事で頑張ってる時、初中見舞いみたいなのをちょっとくれて、この女の子の絵の横に俺の絵が描いてあって、うん、太陽さん
ゆうきくんに週休8日あげてくださいって書いてあって可愛いやつだったんですよ。で別れた時にやっぱりこうちょっと申し訳なかったなと苦労させたなというのもあって、これからは気をつけていこうって思って、その子の、あのその手紙を思い出してそれを入れたっていう感じです、ね。へー、面白い。で、ね、面白い話を聞いたなと思ったんで、歌舞伎町の話とタトゥーの話、ね、はい、タトゥーの話です。僕の視聴者さんも多分おそらく馴染みがない世界で、あ、そうですね、僕と似てる方が多いと思う、まあ、階段の話全く今回しなかったですね。いえいえ、そうですね、ぜひぜひヤブロドチャンネルね、これからも伸びていくチャンネルだと思いますので、ぜひねチャンネル登録の方よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、コラボねしていますので、そちらの動画もぜひ見てください。この動画が良かったら、いいねと、チャンネル登録の方よろしくお願いします。ということで、また次回お会いしましょう。ではでは、ありがとうございました。